年クロード・ウィヒ・フランク王国を建設、メロビング王朝が起こります。751年ピピンが王位につき、カロリング王朝が起こります。800年カール大帝ローマ皇帝に戴冠され、一大帝国を作り上げますが、大帝の死後843年にはベルダン条約により、フランク王国は中部フランクと東西フランクに三分されます。このフランク王国がすなわち我がドイツの直接の基礎であります。何ですか、お行儀の悪い。申し訳ありません、先生。アーデルハイド、あくびをした罰です。明日までに先生のおっしゃったことを教科書通り全部暗記しなさい。143年にはベルタン。馬車の音ね。どうして部屋に来てくれないの？ねえ、赤ずきんごっこやろうよ。ほら、赤ずきんちゃんの着物を変えてみたのよ。どう？かわいいでしょ。私、赤ずきんちゃんをやるわ。ハイジは狼をやって。やりましょう。そこに座って。トントン、おばあさん赤ずきんですよ。トントン。どうしたの、ハイジ。また山のこと考えてるの？ハイジったら、おばあさまがお帰りになってからいつもこうなんだから。私、勉強しなくちゃ。勉強？一体どうしちゃったの、ハイジ。ああ、お嬢さま、またこの子の部屋にいらしてたんですか。お食事の時間ですよ。ええ、今行くわ。
どうするの？こんなに出して。さあ、ハイジ、どれでも好きなの取っていいわ。好きなのをあげる。私、いらない。え？どうして？だって、山ではこんなドレス着たって仕方ないもの。ハイジ。こんなの着てたら、ヤギやペーターと転げ回って遊べないもの。ハイジ、そんなに山に帰りたいの？いやよ、ハイジがいなくなったら私どうすればいいの？クララ。ダメ、山に帰っちゃダメ。私また一人ぼっちになっちゃうわ。ね、ね、帰らないって言って。そうだ、また森へ行きましょうよ。でも、ロッテマイヤーさんが。ハイジ一人なら行けるわよ。お花を摘んできて。リスやシカはどうしてるか見てきて。だって大丈夫よ。私がドッテンマイヤーさんとハイジを合わせないように工夫すればいいのよ。ね、行ってきてちょうだい。お嬢様、ご用ですか？どうぞ。この本を読めとおっしゃるのですか？ええ、お願い。今日に限ってどうなすったんですか？ちょっと疲れちゃったの。では本などお読みにならずにお休みなさい。先が知りたいの。ね、お願い。仕方ございません。ドイツの地形は3つに分かれています。南部の最も高いアルプス地域、北ドイツの北海とバルト海に沿った地域、そしてその中間の丘陵地域の3つです。自分だけ森へ行こうだなんて。ロッテマイヤーさん、行かせてあげて。いいえ、お嬢様のお散歩の日まで外出はいけません。それにどうせ森なんか行かれません。迷子になるだけです。ロッテマイヤーさん、私が頼んだのよ。森へ行って花を取ってきてって。分かってますとも。本を読めなどとおっしゃって、お嬢様も私をお騙しになったんですね。なんて恐ろしいことでしょう。あの子が来たためにお嬢様まで人を騙すことを覚えてしまわれました。恐ろしいことです。あなたに私の気持ちなんてわからないのよ。お嬢様、お嬢様どうなすったんですか？ハイジがいなくなっちゃうわ。ハイジは山のことばかり考えてるのよ。このままではハイジは山が恋しくていつかきっと逃げ出してしまうわ。そうなったら私。お嬢様、お嬢様、そんなにあの子が好きよ。ハイジが大好き。ハイジがいなくなったら私死んじゃう。
態度。こんなところが空いてるわ。ちゃんと閉めておきましたが。おかしいわね。もうアーデルハイド、まあまあまあ、こんなところにいたのですか。どうしてこんなところに。一体どうやって入ったのです。おばあさまが連れてきてくれたの。鍵もくださったの。ああ、奥様ったら。アーデルハイド、いつまで山にこだわってるんですか。いい加減に忘れておしまいなさい。あなたはもう町の子です。いやよ、私山に帰るの。何を言ってるんです。あなたはお嬢様のお相手なのですよ。お嬢様はお気の毒に思わないのですか。お気の毒なお嬢様を一人ぼっちにしていいのですか。いいですね。もう二度と山のことを話したり、帰りたいなどと言ってお嬢様を心配させてはいけませんよ。クララを。そうです、お嬢様は大層心を痛めておられます。あなたは山のことばかり言ってお嬢様のご病気を重くさせるつもりなのですか。わかりましたね。以後少しでも山のことを思い出したり言ったりしたら承知しませんよ。さあ、いらっしゃい。おじいさん、ベーター、呼んじゃいけないの。大きな声で言っちゃいけないの。ユキちゃん、風だわ。風だけはどこも同じに吹くのね。でも言っちゃいけないのよ。出ないとクララの病気が重くなってしまう。風だけは同じだわ。風だけが吹いてる。どうしたんだ。どうしたんだ。なんだなんだ。白い影が。なんだって。白い影がふわりとその階段のところ。誰もいないじゃないか。見たのよ、確かに。風で中庭の戸がバタンバタン言うものだから、閉めに行って戻ってきたら、その階段のところをうわーりと白い影が。あっ、ドアが開いてる。おかしいな、鍵はいつもの通りちゃんとかけたんだが。なんで創造し。あ、ロッテンマイヤーさん。こんな夜更けに一体何事です。変な人影を見ましたの。人影？それも白い。それに玄関のドアが開いてるんです。ひょっとすると泥棒かも。
すぐに家中を調べなさい。はい、はい、はい。勉強部屋も異常ありません。この子が何か企んだようでもないし。3階から上はどの部屋もしっかり鍵がかかってました。いません。どの部屋にも人影はありません。でも私本当に見たのよ。寝ぼけてたんでしょ。いやでも玄関のドアが開いてました。鍵をかけ忘れたのではありませんか。いえ、鍵に誓って。嘘じゃございませんわ。私確かに白い影がふわーっと。およしなさい。ああ、昨日の夜みんなが騒いでたみたいだけど一体何だったのかしら。雲が流れてる。雲が。ハイジ、また山のこと思ってるの。この頃ハイジがどんどん遠くへ行っちゃうみたいだ。私いけない。え？うん、なんでもないの。ごめんね、クララ。どうしたの、ハイジ？なんでもないの。ノックをしたらすぐに返事をしなさい。お嬢様が寂しそうにしてらっしゃいます。あなたはまた山の話をしたり帰りたいなどと言ったのではないでしょうね。いいえ。いいですね。私は他のことで頭が痛いんですから、つまらないことで悩ませないでください。わかりましたね。あのヒステリー女と来たら嫌なことは何だってこっちに押し付けるんだから。幽霊の見張りなんてとんでもねえやん。しょうがねえやな。こうなったら腹をくくって酒でも飲んで
幽霊様と一勝負するさ。弱いんだよ本当に俺。まあまあ一杯やれよ。臆病風邪なんざ吹っ飛んじまうさ。おい、こら、起きろ。おい、ヨハ、起きろよ。なんだよ。しっかりしろよ。さ、一度うちの中回ってこようぜ。わかった。おい、早くしろ。おい、早く行けよ。お前こそ先行けよ。明かりを持ってんのはお前じゃないか。早くつけろ。お前つけてくれ。なあもうしょうがねえな。ほらよ。どうした？幽霊が。幽霊？いやしないよ。あれ見ろ、あれを。また戸が開いてる。助けてくれ。なんだかとんでもないことがこのゼーゼマン家に起こり始めているようでした。ゼーゼマン家では夜ごとに出る怪しい白い人影のために毎日大騒ぎです。そんなある晩、心配して帰宅したゼーゼマンさんとお医者様が密かに白い人影を待ち伏せするのでした。一方、恐ろしい夜が続く中、一人ハイジはアルムの山の思い出に浸り、日増しに募るその思いに死ぬほど苦しめられ、すっかり痩せ衰えてしまいます。次回は幽霊騒動、お楽しみにね。